始まりました。おかっぱみきとメガネズの生配信、今夜もブレイクのお時間がやってまいりました。今日も30分間ノープランでお届けしていきたいと思います。ぜひね、皆さんコメント欄とかであのコメント書いていただくと、それでね読ませていただいたりとかしますので、ぜひですねコメント欄で絡んでいただければなと思います。お願いします。今日はゲストが来てるんですけど、はい、シェロさん、はい、ゲストが爆睡してますね。今夜のスペシャルゲストは寝てる、こちらにおられます、まんじゅうです。わーい、ね、かなさんこんばんは。めっちゃ寝てるぞ。ねよく寝てますね。あ、かずみさん見てくれてありがとう、コメントセンキュー、ありがとうございます。そう、今日はね、なんかほ、なに、はい、前例がない、はい、ゲストが爆睡っていう状態でお送りしていこうと思います。ねえ、よく寝てる。ちょっとアップにしてみる。ついさっきまで起きてたんでしょう。そう、家を出るちょっと前まではね起きてたの。寝ちゃってね。すやすや、ゲストがね、爆睡中のまま進めていこうと思いますよ。ね、このまで寝てるかもしれないね。ね、歌ったりとかするけど大丈夫なんかな、ゆいちゃん。目覚めないかな。ね、はい、まあ、起きたら起きたで、今日ね、ゲストの方にもね演奏していただけるようにこんなものを持ってきたりとかしてたんですけどね、寝たままですね。ちょっとねこのまま、やっていこうと思いますので、はい、あのゲストへのね質問、あ、答えられないかもしれないけど、あのなんかあったら応援メッセージとかねコメント欄に書いてください。そしてこの番組では、はい、やってみてほしいカバーソングのリクエストも受け付けております、はい、コメント欄に、曲名とアーティスト名を書いてください。お願いします。で今日もね、リクエストいただいた曲を演奏するんですけども、はい、今日シェル君何を演奏するんですか。今日は、原田智代さんの時をかける少女、はい、はい、時をかける少女ね、はい、いつも見てくれている小森慶一郎さんからさん、リクエストいただきました。小森ありがとうね。ありがとうございます。ね、コメント欄にねこうやってコメントを書いていただけるとこうね、シェル君が弾けるやつだったら、リクエストにお答えしていくスタイルでございますので、はい、ぜひねやってみてほしい曲があれば曲名とアーティスト名書いてくださいね、はい、よろしくお願いします。じゃあもうちょっと早速演奏する、ね、今日は珍しく、サクサク進みますね。そうだね。なんかね、我々の傾向として、はい、まんじゅうがゲストで来てる日ははっちゃけないっていう。そうだね。ゆいちゃんがいるとあんまりこう騒がないし、おとなしいよね。おとなしい ね、本当にっていう傾向がありますね。じゃあ小森さんからリクエストいただきました、うん、原田智代さんの時をかける少女、ちょっとねやってみたいと思います。はい、勢力よろしく。じゃあ聞いてください。時をかける少女。すごいなんか、ね、いつもにまして軽い曲紹介でしたけど、ね、小森さんリクエストありがとうございます。時をかける少女、おかっぱみきとメガネズバージョンで聴いてください。あなた私の
歌ってるんだけどね。でコメントにもねいただきましたよ。なんかねあつこさんだ、倉田あつこさん、子守歌にしては大音量ってね。もうでもね家でも結構私歌ってるんですけど、その中ですやすや寝てるので、もう慣れっこなのかもしれないね。すごいね。美容子さんから原田知世さんのかな、いろいろなタレントの方がドラマで放送されていましたね。あ、そうそうそう、時をかける少女っていろんな人が演技してるみたいで、私知ってるのは内田有紀さんのバージョン。へ、内田有紀さんと袴田義彦さんのやつ。そうなんだ。そうそうそう、は知ってた。あれ袴田さんってあの人、あの袴田さん、アパフリンの。そう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 。そう、それは知ってた。だからね、昔原田知世さんがその映画かやってたなんて知らなかったの。だから、ね、今回そのリクエストいただいて、で、あのいろいろ YouTube とか見ていく中でプロモーションビデオが出てきてさ、そう、昔から可愛いなと思って。原田知世さん、原田知世さんって、今もテレビ出たりしてる。あのブレンディの CM の人。あ、そうなんだ。ボトルコーヒーブレンディ知らない？え、そうだよね、そうだよね。原田知世さんってブレンディの CM の人だよね。へー、そう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 、調べてみよう。うんうん、多分ね CM 見たことあると思うよ。本当に、うんうんうん、気になる。ねー、うん、でね、陽子さんがね、みゆきちゃんの時をかける少女もいいね、透き通る声だなって、ありがとうね、コメントいただいて、Thank you, thank you。 そして、あ、立部和美さんがね、原田知世さん同い年だって。へぇ、そうなんだ。なんかさ、じゃあもうあのね、美魔女なんですよ、あの立部さんは。うんうん、会ったことあるでしょ。直接お会いしたのは多分2回だと思うけど。そっかそっか、うん、ライブとかね、ちょいちょいね、あの見に来てくれてて、我々のワンマンライブとかね。そうそうそう、すっごい美人、うん、そうそう、原田知世さんも美人だけど、二人とも見えないね。すごいね、年齢よりずいぶん下に見える、うん、ね、あのあれかな、トモホルンリンクルかな。私たちもほら 30代だからトモホルンリンクルしなきゃいけないけど、あれやばいんだよ。 SK2 でもいいけど、ね、え、シェイラ君なんか肌のなんかさ年齢対策的なのしてるの？アンチ年齢対策とかってわけじゃないけど、うんうん、一応そのシャワー浴びた後とかは洗顔してシャワー浴びてってするんだけど、うんうん、その間化粧水はやっ塗ってるけど、あ、私がおすすめしたやつだ。うん、化粧水はしてるんだけど、うんうん、どうもね、やっぱね、肌荒れがもうずっと、もう中学生ぐらいの時からずっと口まで荒れてる。ニキビできるよね。うん、ずっとできた。かずみさん、口周りのニキビにはあのどういうケアがいいんでしょうか。プロに質問しちゃってる。ね、もしよければね、コメント欄でシェイト君にね、リクさんのアドバイスお願いします。で、小森さん見てくれててありがとうね。そして陽子さんもね、大竹陽子さんも万獣が起きる気配なしって笑ってる、ね、ずっと同じポーズですけど、ね、そう、ランちゃんずっとこのね感じで寝てるんですよ。もう30分以上これで寝てるよね。ずっと寝てる、ね、最初首がこんなになってたから直してあげたんだけど一回。かわいいねー、ねー、そう、みんなコメントありがとうございます。ねー、いっぱいいっぱいコメントいただいてますけれども、うん、そう、あ、そう、しげさん化粧水ねした方がいいみたい、男子も。そう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 。でね、その長い肌荒れにね、かずみさんがびっくりしてる。ねー、みんなありがとうございます。こいつさんもこんばんは。よっ、あと木村さんね、これからの季節やばいですよねって、肌荒れがってこと ね、 やばいね。あ、そうだ、乾燥。うん、あの私ね、あの T ゾーンが、はい、食べたくなるの。顔面油田、そう、顔面からね、あの油がいっぱい出てて、オイルショックも安心。顔面油田なんですよ。そう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 、ね、石油王とかになりたいぐらいですけど、顔面油田でね。ね、そうそう、べちゃべちゃにね冬でもなるんですけど、うん、逆に U ゾーンっていうの、ここ、はいはい、は結構乾燥しやすいかも。へえ、だから私よくやってるのが、この辺の油をこう手につけてこう塗ってる。それ意味あんの？わかんない、保湿保湿とか言ってやってるけど ね、 どうなんだろう。でもさ、手とかにもやっぱばい菌はついてるわけでしょ。まあね、だからやんない方がいいかもね、うん、お顔を洗ってなんかした方がいいのかな、ね、あの日中こうやってやってるけど、あまり真似しない方がいいかもしれない。ね、皆さんは冬の
肌荒れ対策どう何してるんだろうね。あやっぱりでも化粧水はね、うん、必須だよね。そうだね。でねそんな中ね立部和美さんが、はい、何事にもローションパックはいいよって。へそう前ねあの和美さんがねあの何前ローションパックって何。そうあのねなんちゅうのほらよくさ売ってるじゃんこうシートマスクみたいな。ああいう感じああいう感じでね、こういうさでっかいコットンがさ私ねちょっと家にもあるんだけど、うんうん、それにね水含ませて化粧水をピッピッてして、うんうん、でそれをね裂いて顔に貼ってくんだけど、まあ、なんシートパックみたいなもんだよね。ね、うん、でそうで美容成分をね肌の奥に入れていくみたいな感じの、やってみようかな。そうやってみるといいよ。普通にさシートパックならドラッグストアとかでこのシートパック単価10円とかで売ってるよ。え、そうなんだ。うん。あのネットとかでも買えるし。本当に。うん。ぜひシートパックやってみて。肌荒れ ね。ニキビにもシートパックいいのかしらね。悩みどころですよね。やろう。今夜やろう。ローションパック。うん。ね。でね、井上陽子さんもパックと化粧水と美容液が大事だよって言ってる。美容液ってやってないんだよね、うん、化粧水だけ。ねえ、男子美容液やってる人は少ないかも。化粧水は聞いたことあるけど、うん、うんうんうん、ねえ、やっぱ保湿っていうところだよね、うん、あと、あれだよ、紫外線対策よく聞くじゃん、紫外線対策と。あー、してない。そう、保湿、うん、ね、アンチエイジングにこういうとことかさ、あの、シミできやすいからさ。全然してないな、俺。車運転する人とかはやっぱあの日本車だと右側に日光当たるから、はいはい、こっち側だけすごい老化が激しいので早いので、タクシーの運転手さんとかさ、トラックドライバーの人、やっぱ紫外線ってやっぱ肌に良くないみたいで、いろいろやれることはありそうです、ね、うんうんうん、うん、最近はほら BB クリームとかにさ、シェルクもさ、たまにさ舞台上がるときに塗ってるじゃん、うん、BB クリームとかにはあの何日焼け止め成分みたいなのが入ってるみたいで、そう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 、紫外線ブロックできるっぽいんだけど、うん、普段からねちょっとコンビニ行くわみたいなお昼にね時とかもねパッと塗れるといいかもね。全然やんないっすね。化粧水も寝る前っていうかだけなの、夜だけだもんな。そうかそうか、朝起きて顔を洗ってまた化粧水してみたいな感じだよ。そっか、うん、でメイクする前もなんかあのほら我々さ前さ事務所にいた頃さメイクさんいたじゃん。いたね、舞台上がるときに、うん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 、絶対保湿してからメイクしてくれたじゃん。ああ確かにしてくれてた。そう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 。でも途中からもう男子メンバーは自分でやり始めてたような気がしなくもない。メイク？そう。そうだっけそうだっけ。ファンデーションはメンバー男子メンバーは自分でファンデーション塗って、うん、でその間にみゆきのメイクと髪の毛やって。そうだっけそうだっけ、うん、そうだったっけ。で男性は眉毛も俺自分でしたかな。そうなんだ。髪の毛だけやってもらってたような気がする。メイクさんとは、うん、ねえ、なんかね、うんうん、肌荒れなんだけど冬とかなんか乾燥でマスクするじゃん、うんうん、そうするとねマスクがねすごいね肌荒れになっちゃうの。あ当たってってこと。ここマスクが、マスクが当たってここらがねもうあーってニキビがもうできちゃって。よくないねそれは。でもそれが治るまでもまた時間かかったりするんだよね。そっか、冬乾燥するからねマスクつける人も増えると思うけどさ。ねえ、そっか、そういうこともあるのね。全然マスクせへんから分からんけど、うん、結構ライブが近くなるとまたマスクしたりするんだけど、うんうんうん、喉とかが腫れたりするとさ、うん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 、熱出ちゃったりするじゃん。精度はね、あの大事なワンマンライブの時に39度とか出すんですよ。その39度のプレイをするんですね。ベースで。いやー、恐ろしいですね。で、11月3日があるからね。そうだよ、11月3日にね、はい、今度私たちのアルバム発売記念ライブ、うん、幸せとはこのことを開催します。いますよ、ね、まだね、チケット発売中でございますので、はい、まだソールドアウトはね、してないので、ぜひ皆さんこの機会にですね、ステッカーチケットと言いまして、そう、シールになってるチケットなんです、今回。こちらです。そう、記念にね、ライブ終わった後もどっかに貼ったりとかできるので、ぜひこの機会に、東京に来る人は、東京にいる人はもちろん、東京に来る予定のない人も、これを機に東京にいらしてください。お願いします。東京の神田のリリアンというね、うん、ジャズのライブハウスで演奏します。うん、音すごいいいので、すごいぜひね。来てください。うん、お待ちしてます。ゆきさんの歌声がねめっちゃ綺麗に響くと思います。本当楽しみ、うん、ねえ、11月3日、1ヶ月切ったね。
いや切りました、ついに切った1ヶ月、うん、まだね、間に合います、前売り券まだまだ間に合います、はい、当日券 になるとね、500円高くなっちゃうんで、うん、ぜひ前売り券でね、ゲットしてください。私のね、お手紙とおまけがついて、うん、送られて、ご自宅に届きますので、うん、でさらに、予約特典といたしまして、はい、新しく発売されるアルバムの中から、はい、5曲、新曲がね、聴ける特典映像もついてきますのでね、それを聞いて曲を覚えてライブに来るともっと楽しいっていうね、うん、そういうこともありますので、お願いします。ぜひね、予約お待ちしております。ライブ、このライブ配信終わったらコメント欄に URL 貼っときますので、はい、ぜひポチッとしてくださいね、うん、よろしくお願いします。なんかシェルが熱くなってきた、めっちゃ脱ご、熱い、脱いじゃおう、よいしょよいしょ、お待ちしてまーす、ね。そうでね、かずみさんがね、マスク摩擦があるからじゃないかって、はい、あ、なるほど、うん、マスクで喋ったりとかするとこうね、擦れて、ね、そこが荒れちゃうんじゃないかって、それかもね、あんまりじゃあね、喉の観点ではマスクした方がいいけど、肌の観点で言うとあんましない方がいいのかもね。そうなんですよ、ね、ライブの時にさ、やっぱ肌荒れない方がいいじゃん。そうだね、こまめに水分を取るっていう方にすれば、あ、風対策、そう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 、そっちにすればいいんじゃない、ね、で20分に1回飲むと風邪ひかないっていうからね、水をね、うん、で木村さんのほら喉も保湿しなきゃねって、うん、そう、今の季節は梨がいいみたいですよって、喉の保湿に、美味しいよね、いいね、いいね、今年入って、あ、そうなんだ、かずみさんのね、手作りのね、何焼肉のタレで梨を初めて食べました。手作りの焼肉のタレ、そう、作ってくれたの、すごい、そう、すっごい美味しくてシェイド君に揚げずみ全部食べちゃったね、私ね手作りの焼肉のタレで梨を食べたの、そう、梨がふんだんに使われてて、これ台風15号でさ、はい、千葉県の梨がいっぱい落ちちゃって、うん、それをね、カオリンっていうの共通のお友達が、はい、そうそう、安く売るよみたいなことを言ってて、でそれでね、みんな全国のみんな買って、うん、でそのお裾分けって感じ、うーん、そう、めっちゃ美味しかった、あれ最高にうまかったね。そして陽子さん、はい、主人も息子も梨をかなり食べますって、梨好きなんだ、うん、梨うまいよね、超美味しい、ね、シェイド君の一番好きな果物は何？でもね、今のね時期ブドウとかもさ、一人暮らしするようになって果物全然食べなくなっちゃったんだけど、うん、実家にいた頃は、うん、やっぱ梨は好きだったな。おお、そうなんだ。うん、梨、うん、リンゴ、うん、みかん。いいねー実家にありそうなシリーズだね、うん。リンゴはね、買ってきたんじゃなくってもらってたような気がする。うん、おお、そうなんだ。そうなんだ。リンゴ、いいね。割るじゃん。うん、そうすると蜜切ると、うん、蜜がさ、リンゴ割るって。トムって。言わない。トムって。トムってやると。真ん中に蜜が溜まってたりして、あー、わかる、美味しいし、ちょっとね、色が違うんだよね、そこね、みかんもね、柔らかくって甘くて、いいね、そうか、うん、いいね、いいね、そうするとね、ビタミン C とかも取れるしね、ね、果物ね、一人暮らしするとね、食べなくなるよね、いやー、一人暮らしもね、食生活はね、いや、カップラーメン王だからね、彼ね、そう、カップラーメンか鍋か、うん、スーパーで売ってる揚げ物で惣菜わね、体に良くなさそうなものばっかり、やっとご飯ぐらいかな、体に良さそうな、自炊はあんましないの、もうほんと鍋だけ、うん、まあ鍋はそんな子だと一番いいんじゃない、野菜も肉も取れるしね、うん、お魚にすることもできるしね、ね、でもね、めんどくさいから結局魚とか食べないんだよね、あー、わかる、うん、魚ってさ、焼くとね、グリルのお掃除とかも大変だしさ、そうだね、うん、ね、いろいろね、なんかいろんなもののお手入れが、ね、部屋の匂いとかも気になるしね、いやー、そうだね、で、のんさんからコメントいただいてますよ、一時期肌がね、ガサガサで悩んでた時期があったそうなんですけど、はい、ダイエットで毎晩アーモンドを食べ続けたら乾燥肌が治ったって、え、ダイエットでアーモンド、そう、アーモンドにはさ、そのアーモンドのね、脂肪酸っていうのがね、何、体の脂肪を何、いい感じにするんだよね、え、本当に？そう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 。アーモンドだからいいのか。そう。それはあれなんだ、他のピーナッツじゃダメなんだ。ナッツ。バタピーとか。バターかかって塩も、あ、しかもバタみたいな揚げてないっけ、ね。バタピーだね。あの
のローストしただけのやつがナッツが売ってるんだけど、くるみとかもそうだけどさ、そういうナッツに含まれるやつがいいんだって。あ、そう、うん、でもね、食べ過ぎると逆効果で太っちゃうから、あ、程よくね、カロリー食べるといいらしいよ。バタピーって美味しいよね。私はバタピーあんま食べないんですよ。そう、バタピーハマってた時は、うん、やばかった。俺カロリーの化け物じゃないですかね。そう、もうコンビニでさ、一袋売ってるじゃん。あ、売ってる売ってる。買って一晩食ったもんね。うん、牛丼食べた後に塩分とカロリー摂取、過剰摂取なんですね。すごい太ったし、なんかさ、ニキビってさ、できるじゃん。もうその白いニキビになることあるでしょ。白ニキビっていう。白いニキビって何？ニキビのさ、真ん中がぷくって白くなるやつ。ああ、はいはいはい、あれみたいなやつが太ももにできてる。やばやばやばいね、それはやばいね。チェーン、バタピー禁止。あん時は、その時はね、結構太った。そうなんだ、うん、バタピー禁止。あの、ミュージシャンのその見た目的な観点で言ってもね、健康面で考えてもバタピー禁止、ね、バタピー食べたら、この視聴者の皆さんに100円ずつ配って。やばい。で、ゆうさん見ました？バタピーね、あの、食べたらシェド君が皆さんに100円ずつね、くれるそうなんで。美味しいよね。バタピーとかさ、美味しい。あとね、かずみさんがね、あの、右側にシミがって言ってる、てんてんてんて。運転するとね、うんうん、右側にシミできやすいんだけど、私もね、この辺にね、シミができてたことが昔あって、自分で取りました。え、自分で？そう、自分で取りました。どうやって？あのね、なんて名前だったかな、あのね、クリームがあって取れる、シミが取れる。800円でアマゾンで買ったんだけど、取れた。本当に？毎日じゃないな、2日に一遍とか3日に一遍ずつ塗って、うん、そうするとね、2週間ぐらいするとシミごとペリー。マジで？えって、ここにシミがあるみたいな。すごいね。そう、800円で取りました。だから私、ここのシミ、そう、それ最近の話な。ここに引っ越し、ここに住んでた時期の話。あ、じゃあもう1年以上前か。5年ぐらい前。だいぶ前な、うん、ペリーって。そんなんあるんだね。楽しかった。でも肌には良くないかもしれない。まあ、それはそうかもしれない、ね、うん、あの、ターンオーバーのさ、乱れがさ、あ、そう、ハイドロキノン、ハイドロキノンだ。ブラウンスポットっていうクリームだった。へー、うん、なんかアメリカから輸入してるやつっぽくて、ハイドロキノンっていう成分があって、その含有量がね、日本はね、あの、ダメなんで、高いやつは詰まってんだよね、量がね。そう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 、へー、いろいろあるんだね。取れた、取れた、すごいね。すごかったよ、もう感動した。シミって剥がせんだと思って。シミか、シミって気にしてないからね。でもあるんだろうな。ね、若い頃にほら紫外線にいっぱい部活とかでさ、はい、うんうん、当たったりとかしてると年取ってから出るっていうね。俺高校の時水泳部だったんだけど、あばら骨のここにね、シミできて。夏さ、うん、多分17歳で水泳部入って、うんうんうん、今までの人生でないぐらい日焼けしたと思うの。シェード白いイメージだもんね。でしょ、うん、で、サッカー部の時とかさ、うん、焼けてもこの腕と顔だけだったから、はい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 、このバディをね、体全体が日焼けするって初めてで、うん、で、冬になった時に戻るわけ、白く体が、うんうんうん、そしたらここになんかね、ピッピッピッって3つ跡がついて、うんうん、シミの未だにある。あー、どうだろう、覚えてないや、見てない全然。シェードの偽物か本物かはそのシミで見分けられるから。で、もし万が一さ、今後さ、ね、シェードさん有名になってさ、偽物そっくりさんとか現れたらさ、ちょっとあばら見シミっつって、あばら見してっつって、シミがないと偽物になって、ね、シミね、シミと関係あるのわかんない。なんか、ほくろできたし。あ、そうなんだ、ね、ほくろもなんかね、紫外線関係ありそうだけどね。あったやつがなくなったりして、ね、不思議ですね。で、はい、陽子さんからコメントいただいてますよ。私はシミカバーしてますって。へぇ、あ、上から塗ってるってことかな、カバーってことは。おーおーおー、コンシーラーとかかな。うん、そうなんだね。一回できちゃうとね、取れたのはどんだけって。あ、全部取れた。痛くはなかったです。普通にペリって起きた。
起きたけど寝た。二度寝した二度寝した。ねえ、ぜひブラウンスポット調べてみてください。うん、あ、そう、あのかずみさん、ハイドロキノン汗朝使うとね危険なんだよね。そこに紫外線当てたらね大変なことになるから。ああ、そういうのなんかいつも貼ってたとかでもあるよね。あ、そうそうそう、それはまた多分違うやつだけど、うん、それはロキソニンテープじゃない？うん。うん、これ腰痛い時貼ってるやつです。それ、うん、絶対紫外線当てたらダメね。紫外線はやっぱり。お肌の敵でございますね。さあ今日はなんかなぜかアンチエイジングの話で盛り上がってましたけど、ね、うん、早いものでもう10時ちょっと前でございます。早いですね。ね、エンディングテーマの時間がやってまいりました、はい、皆さん今日も30分間見てくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのリクエストでカバーソングも やっておりますので、うん、ぜひやってみてほしい曲ね、コメント欄に曲名とアーティスト名書いてくださいね。で、ね、ランちゃんがコメントくれたんだけど、ゆいギター弾いてるポーズみたいって、これにほら本当だね、やったさすがミュージシャンの娘、ギタリストですね、これね。ちょっと今日ギター持ってないからこれこんなんこう起きないね起きないね。そう、鈴を持たせてみました。さあ、ということでエンディングテーマを歌って今日はお別れとなります。収録曲紹介お願いします。はい、では、聞いてください。唇に歌声を。ブルブル時の合言葉、唇
この方から一言いただきます。あ、ちょっと当てれこしてみてよ、ゆいが言ってる体で。みんな今日はありがとう、僕ミッキー。